今ロシアによるウクライナへの侵攻が今も続いていますがどういう気持ちでご覧になっていますかこう話すのはウクライナ出身で国際結婚を機に去年県内に移り住んだイリーナさんウクライナを離れる際には今のような事態は想像もしていなかったといいます イリーナさんが住んでいたのはウクライナ南部の都市オデッサ観光客に人気のリゾート地でイリーナさんもその風景が大好きだと言います今も母や友人が暮らしていますがそんなふるさとも空爆を受けています私は今今は Uh, постоянно слышит воздушную тревогу, и это уже стало привычным каждый день. Каждый день я безумно волнуюсь, когда звоню своим близким. Мне всегда страшно, что однажды они не возьмут трубку. И по Конечно, мне очень страшно, потому что 家族の安否を心配する日々が続く中、イリーナさんと夫の和弘さんは、これまで日本での生活などについて配信してきた動画投稿サイトで、先日、今の思いを発信しました。 私の家族や友人は危険にさらされています少しでもウクライナのために行動し、ウクライナを助けてください、助けてください1人でもあのウクライナの今の厳しい現状を知ってもらおうかなという、まあ、私たち日本人ができることは、この戦争が間違っているっていうことをもっと発信して。 微力力ななながら力にっってていいいきたいなとは思っていますイリーナさんも、日本のような遠く離れた国からでも、戦争に反対する声を上げ続けてほしいと願っています。 интересуются Украиной, видят, что переживают люди за украинцев, и поэтому многие страны так поддерживают Украину и вводят санкции против России. 電話がつながらない日が来るんじゃないか、ビクビクしているとおっしゃっていましたが、1分、1秒でも早く解決の糸口見つけてほしいですね。そうですね。あの心配から家族には1日5回以上電話をしているそうです。そしてイリーナさんは、今の状態がどれだけ長引いたとしても、世界はウクライナのことを忘れないでほしい。関心を持って反戦の声を上げ続けてほしいと話していました。